株式会社 FM 佐賀は佐賀県を放送対象地域とする超短波放送事業を行っている特定地上機関放送事業者である。コールサインはジョーンブ FM。通常表記は FM 佐賀。JFM 系列 FMQ リーグにも加盟している。過去にマジック Q ピュアラジオのステーションネームを使用していた。 現在の名称である FMS は FM サーガの頭文字とフレンドリーメディアオブサーガのダブルミーニングである。佐賀県では長年長崎放送が NBC ラジオサ賀ガとして県域放送を行っているが純粋に佐賀県のみを放送対象地域とする民放ラジオ局は当局が初めてである。佐賀県は 隣接県の民放 FM 局の聴取が容易なため1990年まで周波数の割り当てがなかったが民放テレビの追加開局予定がなかったことから割り当てからわずか1年のスピードで予備免許が交付された。開局に際しては独立局ではなく JFN に加盟した。これは番組編成で有利なためである。開局当初から24時間放送を 行っていなかったが、2000年11月1日から、月曜日1時6時のメンテナンスタイムを除き、24時間放送をしている。最近は、メンテナンス中では停波はせずに、無音状態である。インターネット配信は、2011年より、リスモウェーブとどこでも FM にてを行っていた。ラジコでは2020年4月15日より配信を開始している。企業。 団体の名称、個人の肩書きは、当時のもの。出展、1992年3月31日2003年3月31日現在過去、平日朝、平日昼頃、平日夕方、平日夜、土曜日日曜日2010年10月、夕方の番組内で、スポンサーが反則用に提供した、新商品をリスナーにプレゼントすると告知していたが、実際には、 1> 約一年にわたり発送していなかったことが発覚した。番組内では当選者には発送をもって発表などと説明していた。同社は朝日新聞社の取材に対し単純なミスと事実を認めた。ありがとうございます。